ディナゼットフロントビューパナールディナゼットはフランスの自動車メーカーであったパナールが1954年から1960年まで生産した小型大衆車である。1960年にはパナール PL17 と改称され、1965年まで生産された。1946年から生産されていたディナ X のモデルチェンジ版で、 全長 4570mm 全幅 1600mm という当時の 2000cc クラスに匹敵する大きな車体を徹底的な空力、軽量設計によって初代と同じ空冷水平対向2気筒 850cc エンジンで最高速度時速 130km で走らせるフランス的合理主義の極限を行くエキセントリックなモデルとなった。しかし、ルノーやシトロエンには 生産規模で大きく水をあけられていたこともあり、ティナ各社の製造コストは非常に高く、1955年以降はシトロエンの酸化に入り、徐々にスチール製パーツの比率を高めるようになり、1960年以降はオールスチールボディとなって PL17 と解消された。虎柄の内装を持つ高出力版ティグルが追加され、 重量増による性能低下を補った。1965年にパナールの乗用車部門がシトロエンに吸収合併されると PL17 は消滅した。PL17 は日本にもシトロエンを扱っていた日仏自動車が代理店となって少数輸入された。ありがとうございます。